稲畑翔太郎から1949年3月30日は、明治、大正、昭和前期の日本の商人、実業家、政治家、貴族院議員。稲畑産業株式会社の創業者であり、占領、染色業界の発展に尽力した。正五位、君さん等。大阪商工会議所前に五代、友厚。 土井道夫と並ぶ稲畑翔太郎像文久2年10月30日、現在の京都府京都市、唐島通大池東南閣で、菓子職人の父利助、母三つの長男として生まれる。1872年、京都府下の小学生の中から選ばれ、京都行行中の明治天皇の前で、日本外史の一節を、小読みし、褒美として、コンパスを贈られた。 阿ワ小学校の第1回入学の卒業生で3人の優等生の1人に選ばれた。1876年、京都府市販学校が創設され、同校に入学した。翌1877年、京都府派遣留学生8名の1人に選ばれ、フランスのリオンに派遣された。当時15歳であった。マルチニエール工業学校で染色技術の基礎を学び、その後、 マルナス染め工場の現場で技術を習得した。3年に及ぶ工場での厳しい土地生活の後、リヨン大学で科学課程を収めた。1885年、フランスから帰国した稲畑は、明治政府から農商麦師の誘いを受けるが、これを断り、京都で京都府染め講習所の教授になる。1887年、京都織物会社創設に人水し、 同社議士長に挙げられる。洋式の最先端の染色技術の普及に努めた。1890年、フランスの染料メーカー、サンドニー社の総代理店として、京都に、稲畑染料店に、稲畑商店に、社名変更、後の稲畑産業を開業。合成染料の直輸入貿易を行った。1895年、海外からの輸入製品だったウール素材の毛隔輪の、 国産化を目指し、計画、林防職を設立。1897年、大阪に稲畑染め工場を設立し、最新技術を用いた染色化工業に進出。特に、エビ茶色は稲畑染めと呼ばれ、当時の女学校の制服の袴にも採用された。また、日露戦争の際には、軍服用のカー空染めを考案して、国家に貢献した。その後、 稲畑商店は、天津を皮切りに、ブリュッセル、上海、皇天、ジョクジャカルタ、ソウル、チンタオ、ハノイ、上海、バタビア、大連、災難などに拠点を開設、海外進出を積極化させた。1916年、政府は、占領の国産化を促すため、日本占領製造株式会社に、住友化学工業と合併を大阪に設立。 稲畑は1926年に同社社長に就任。1896年、計画、林房植の社用でフランスに渡った際、リヨン留学時代の友人であるオーギュスト・リュミエールから、彼が弟と発明したシネマトグラフの上映を見て、この工学的な装置に魅力を感じ、シネマトグラフの日本輸入に拒否を投じた。ミエールと契約を結んだ稲畑は、装置2台とフィルム、 シネマトグラフの工業権を買い取り、ルミエール社の撮影に試験映写技師のコンスタンジレルを連れて1897年1月に帰国した。同年、市場河原町近くにあった京都伝統株式会社の庭の敷地内で、試写実験が行われたが、映写知識がなかったため試行錯誤し、なんとか上映できるまでになり、2月に大阪の南チェ部場で、 初の有料の上映会を行った。これが日本初の映画工業となった。また、ジュレルはルミエールの妖精で日本の風景や日常、芸者の踊りなどを撮影。稲畑もこれに加わっており、日本初の映画撮影にも関わっている。ジュレルが撮ったフィルムの中にはアイヌの踊りを映したものや列車が到着するところを映したものなどがあり、その一本に 稲畑一家が食事をとっている様子を映したものもある。しかし、稲畑は、費用が予想以上にかさむことなどを理由に、活動写真工業からは手を引き、友人の横田増之介、横田栄之介兄弟に工業権を譲った。昭和初期の稲畑1922年、大阪商業会議所の第10代会頭に就任。約12年間の在任中、中小企業対策や、 産業の合理化、そして実務教育に取り組んだ。1926年、日本とフランスの文化交流の促進を目的とし、当時の中日フランス大使、ポール・クローデルと共に財団法人日仏文化協会を設立し、副会長に就任。さらに、京都球場山に関西日仏学館を建設。1936年には、 京都吉田に新館を建設し、フランス語の啓発や日仏交換留学生の派遣など、フランスとの親善の道を開いた。1926年から1947年にかけて貴族院直選議員を務めた。1903年、分家して一家を創立した。住所は大阪市南区準慶町、京都市左京区南禅寺副知町。宗教は、 キリスト教、カトリック教、日仏文化交流に貢献しており、日本で初めてシネマトグラフを輸入して、映画工業を行った人物としても知られる。ABCDE、人事更新録、第4版、1 0 1ページ。2019年7月14日閲覧。ABCDEF、人事更新録、第5版、1 3 8ページ。 2019年7月14日閲覧。日本近現代人物履歴時典58ページ。ABCDEFG 人事更新録第13版上218ページ。2019年7月15日閲覧。食地の庭系の維新後の庭づくり京都経済同友会京都近代化の奇跡第20回民間企業の交流と経済人の活躍 議会制度100年史、貴族院、参議院議員名鑑97から98ページ。ABCD、人事更新録、第10号半下保有8ページ。2019年7月14日閲覧。官報第6672号、除人及び、事例1949年4月12日。 漢方、付録1941年11月21日事例、AB、漢方第3325号、序人及び、事例1923年8月29日。AB、芦屋平田町に歴史を刻む洋館、稲畑亭2014年11月号、神戸っ子、アーカイブ、2020年5月2日閲覧。ABC、巨子一族の系図。 www.hototogisu.co.jp2020 年5月2日閲覧。家系図とお屋敷で読み解く歴代総理大臣明治大正編第1章松方正義の子。ありがとうございます。